どうもおはようございます。江藤です。2019年9月の18日ですね。本日のニュースこちらです。ついにこの問題取り上げます。サウジ石油施設の攻撃へ冷静に対処。こちらですね、どういったことかっていうと、9月の15日にサウジアラビアの原油施設を無人飛行機が攻撃をして、で施設に大きな損害を与えたと。でそれによってですね、石油の輸出量っていうのがものすごく下がることによって世界経済にすごく影響があると。実際、今の世界の石油生産量っていうのはサウジアラビア、ここオペックですね、イランとかイラクとかのあたりも含めたところで、サウジアラビアは世界の生産量の 12.7% を持っていると。でアメリカ、ロシアも、ついでですね、かなり大きな生産量を持ってるんですけれども、ここの国は割と自分で自国で、消費してしまうところもあるんですけれども、サウジアラビアに関しては輸出がメインの国なので、世界への供給量っていうのがもうサウジアラビアの施設が、施設から供給されなくなることによって、世界の原油の供給量っていうのが全体的に下がってしまうと。今実際アメリカ、ロシアも生産量があるんですけれども、輸出の最大国はサウジのため、サウジアラビアのため、世界の市場に大きな影響があるんじゃないかというふうに言われています。で実際原油価格なんですけれども、これ WTI っていう世界の原油の指標があるんですけれども、それも実際1バレル大体50ドル前後だったものが、この数日間で60ドル、1バレル60ドル付近まで上がっていると。でこれ大和総研のですね、試算では60ドルってしばらく停滞してしまうと GDP は 0.11% 減るんじゃないかと、これ日本の試算ですね。日本って原油の輸入にすごく依存しているってところがあるので、これだけの価格が上がるっていうことによって GDP っていうのが一気に激減するんじゃないかっていうふうに、特に日本の経済に深刻な影響を及ぼしそうな勢いですと。で各国の対応なんですけれども、アメリカに関してはですね、備蓄分を供給すると。で世界各国ですね、特に先進国に関しては、原油を何日分以上は持っていなさいよと、何かどこかで原油が全く供給できなくなったとしても日本やったら230日分ですねっていうふうに、原油のストックを持っているような、ストックを持っています。てかストックを持てというふうに言われています。でそれを供給するので、アメリカとしてはしばらくは問題ないですよと、実際失われた分以上の供給というのが、世界でできるので大丈夫だよと、景気に限定は起きませんというふうに説明をしています。で一方、アメリカとしては今回のその事件に関してまだ犯人がどこか分かってないんですね。でこれに関してイランの関与を疑っていると。でアメリカとイランって今ちょっと核兵器の問題とかですごくいろいろといざこざがあるんですけども、そんな中でこういった事件が起きてですね、アメリカとしてはお前またやったなということで、イランに対して説明を求めていると。イランも実際これに対して、じゃあうちやってませんよと、やってないんだったらね、やってませんよっていうふうにはっきりと言えばいいんですけど、まだ何もちょっとこれに対して発言をしていないと。もうそれに対してまたトランプさんは苛立ちを覚えていると。お前がやっただろうと。実際ですね、これ先日の新聞なんですけど、実際の原油施設に穴が開いている、つまり爆撃した場所を写した写真っていうのが出てたんですけど、それ見るともう、4つの、これちょっと映像どっかで写します。はい、ちょっとこれですね。で、この、原油施設のところに穴が正確にもう打ち込まれてるんですよ。つまりミサイルボンボンボンと、そこにピンポイントに撃っていると。こんな技術、あるかみたいな。この技術を、で、今回ですね、これ実際、イエメンのですね、ある武装組織がこの犯行を実際声明を出してるんですね。俺らがやったよと。ただ、お前らにそんな技術あるのかと。お前らそんなに正確に打ち込める技術があるのかっていうのをアメリカは疑っていると。これ絶対国家的な関与があるよと。絶対あるっていうふうに言っていて、イランお前だろっていうふうにアメリカは言っていると。で、イランは一応もちろん否定はしているけれども、明確な証拠を出してこないというところで、今、一体じゃあ誰がやったんだと、何のためにやったんだっていうのを今、世界、特にアメリカですね、が調べているってところになります。で日本の対応なんですけれども、一旦備蓄分で対応するから大丈夫だよっていうふうに言ってると。で
あと、来週なんですけど、日本が、まあ、安倍さんがですね、アメリカのトランプさんと首相訪問を、大統領に訪問するということなので、まあ、来週のその会談で、まあ、おそらくこの辺りの話っていうのはするだろうなと。で、日本としては実は、日本ってイランと仲がいい国なんですね。まあ、結構世界では珍しい。で、まあ、そこで日本としては、まあ、アメリカと、まあ、イランの間に立ってですね、まあ、うまくこの辺りを調整する役っていうのを、まあ、担わないといけないというところがあるので、安倍さんはちょっと今後大変だなと頑張ってくださいというところでございます。で、まあ、世界の、まあ、ただ、一旦、まあ、原油価格っていうのは確かに上がってはいるんですね。で、まあ、それで景気減退っていうのが、まあ、予想はされていたんですけれども、思ったよりですね、株式市場とかを見てみるとそんなに動いてない。逆にちょっと、むしろちょっと上がってるぐらいな。まあ、なので大きく今のところ、市場に対して影響は、まあ、大きくはなさそうかなっていうところですね。ちょっと今後どうなるかはちょっとまだわからないんですけれども、まあ、どちらかっていうとやはり貿易戦争の方に皆さんシフトというか、まあ、実際皆さん目線がいっていて、どっちかっていうとそっちの方の景気をの、まあ、そっちの方が景気に影響はありそうだなっていうのを感じました。まあ、とはいえですね、やはり原油っていうのはものすごく全ての生産に関わる大事なものになってくるので、まあ、今後の動きっていうのも注視したいなと思います。はい、では本日は以上でなります。